はい。今回はニュースレターのネタ帳の中から、独自の意見、三つ目の独自の意見について見ていきます。まあ、独自の意見なんですけれども、まあ、あなたの視点から意見を述べましょうということです。これ、一般論を言うとね、だから、一般論とか、もう基本的な絶対的な正解はこれですよっていうのはね、いろんなところにも書いてありますし、別にね、自分で言う必要がないわけです。それよりも、会員制のね、という箱の中で、 で皆さんね、こう共存をしてコミュニティを作っているわけですから、あなた自身のね、こう専門的な、専門家からの視点、あるいはあなたの哲学からの視点っていうのを聞きたかったりするわけですね。なので、独自の視点から意見を述べることで、あ、やっぱね、この人の意見好きとか、この人の考え方好きだなって信頼感が生まれていきますよと。関係性の向上にもなりますね、ということですね。自分の哲学っのに興味を持ってもらえて、価値観も伝えることができますよと。 これはね、パーソナルな情報のところにも似てるんですけれども、やっぱ商品サービスとかでね、価値を感じてるんじゃなくて、あなたのね、哲学に興味を持ってる考え方が好きなんだよねってなると、やっぱ他とはこう比べにくくなりますので、やっぱそうなると会員の維持率ってのは上がっていきますということですね。まあ、例えばなんですけども、最近の何々について思うことと、最近例えば政治ではこういうことがあってとか、まあね、例えば、新しいのトレ、 ニュースがね、こう取り立たされますよね。そのタイミングによって。例えば、月1回ニュースレターを送るのであれば、今,今月はね、こういうニュースありましたけど、これについて私こう思いますよで。独自の意見を述べると、やっぱね、あこの人のね、考え方好きってなるわけです。で、これ大切なのは、やっぱりご自身のね、会員制ビジネスですから、会員制のコンセプトとかメッセージっていうところと、ずれた哲学とか視点を持っちゃうと、これちょっとブレてきますよということで、こう注意が必要ですね。 これかなりの注意が必要です。会員制のコンセプトを決めてもらってると思うんですけども、そのコンセプトとちょっとずれちゃった意見を言っちゃったりだとか言うと、この人ね、軸がブレブレだなとか、一貫してないなと思われてしまいますので、その点についてはちょっと注意なんですけども、まあ、その視点がね、もし一貫性を保っていているのであれば、独自の視点からメッセージを伝えるっていうことはね、よりね、いい効果になりますので、ぜひ独自の意見ということもね、ちょっと考えてみてください。